目が覚めたんです。僕今日ねミニバに来てるけども、今日ね7月の2週目なんですよね。で続々と夏フードとか夏グッズが発売してるんですよね。だから今日はですね、夏シーズン初版の USJ のパークを一周してきます。そして今回もですね、平日と休日の各時間の待ち時間をですね表示する予定です。そしてこの度ですね、 YouTube の登録数がね皆さんのおかげで1万人ね突破することができました。本当に皆さんねありがとうございます。でその登録者数1万人突破記念の動画と、これからのおみ TV についてと、僕のこれからの目標についての動画はですね今週の日曜日に、ね、出す予定なんでね、ぜひ皆さんもねまたねチェックしてください。またそこで約束してたその生配信の予定とかをですね話すつもりです。そして今からねパークを一周するんですけども、ちなみにですね今後もこのおみ TV では週に1回 USJ のパークを一周して、またパークの変化とかパークのこんなところでまた報告するんで、ぜひねチャンネル登録お願いします。じゃあ早速ね行きまゴーで、パークのクローズ時間が7月になったら伸び切り19時になったんですよね。で、基本的に7月の中頃まで平日が、まあ、10時から19時オープンで、土日休日が9時から19時のオープンなんですよね。はい、じゃあ早速ね、ユニバにね、やってきました。で、まだね、通が明けてないので、たまにね、小雨とかが降るんですよね。だからユニバに来る方はですね、ぜひね、雨対策ね、しっかりとね、した方がいいと思います。でね、もう暑いのでね、ニット帽をね、脱ぎました。で、まあもう最近の傾向では、その公式オープン時間が10時でしたら、その9時30分から9時45分の間にね、開くことが多いんですよね。で、今日はですね、9時40分にね、開きました。で、土日休日で公式オープン時間が9時でしたら、その1時間前に開く可能性もあるんですよね。だから休日に来る方はですね、ぜひね、また気をつけてください。今日はですね、公式オープン時間のね、10時にね、入っていきます。はい、じゃあ早速ね、入園しました。で、入るまでには、まあ、2分ぐらいでね、入ることができました。はい、じゃあ今日のね、まあ、エントランス付近のね、様子です。やっぱり徐々にね、まあ、活気が戻ってきてますよね。うん。で、まあ、7月21日から、まあ、夏休みが始まる学校が多いので、多分7月21日からですね、どっとね、多分増えるかなと思いますね。うん。で、7月1日から、その子供無料キャンペーンっていうめちゃくちゃお得なキャンペーンが始まるので、その影響もね、多分受けると思いますね。うん。そしてこちらのユニバーサルスタジオストアでは、こちらのね、20周年限定のフィギュアコレクションがですね、発売されたんですよね。で、全9種類で、1個だけシークレットなんですよ。で、まあ値段は1300円ですね。じゃあこれね、早速ね、開封していきます。はい、じゃあ早速ね、買いました。で、今年パス割引で1040円で買えるんですよね。で、年パス割引はですね、そのグッズとフードが 20% 割引で買うことができて、お菓子がですね、30% 割引で買うことができるんですよね。ですけど、これの注意点は、平日でしか使うことができないんですよ。だから平日で来る方はですね、ぜひね、まあ、グッズ買うチャンスと思います。で、今回当たったのはですね、クッキーモンスターですね、クッキーモンスター。いや、クッキーモンスターもですね、最近ね、20周年の服着てるんで、めちゃくちゃ愛着あるんですけども、やっぱバックデザフューチャーとかも当てたかったな。うん。で、これはですね、まあ、全9種類で、まあ、ランダム要素もあるんで、ぜひね、気になる方はですね、ぜひね、また買ってみてください。はい、じゃあね、まあ、ちょっとね、道草食ったんですけども、まあ、今回もですね、右からですね、パークね、一周してきます。やっぱり徐々にですね、まあ、人がね、増えていってますね。はい、じゃあね、ハリドリ付近の様子ですね。うん。まあ、ハリドリに関しても、まあね、この雨が降るときは、まあ、結構ね、止まる可能性があるアトラクションなんですよね。うん。だから天気予報が雨のときは、ちょっとね、気をつけた方がいいと思いますね。うん。まあ、運休とかなる可能性があると思うので、うん。で、ちなみに、今のハリドリは、片側でしか運行してないんですよ。うん。だから、ちょっといつもよりは、ちょっとだけ、ま、回転率がちょっとね、悪くなるかなと思いますね。そして、まあ、スーパーニンテンドーワールドの整理券が発見されてる、まあ、セントラルパーク付近のね、様子なんですけども、まあ、最近平日でしたら、空いてたら、まあ、1日フリー入場なんですよ。ですけど、休日とかでしたら、まあ、朝からですね、整理券配ってる可能性があるんですよね。ですけど、朝から整理券配ったとしても、結構早い時間の整理券をですね、獲得できる可能性があるんですよ。うん。だから行く方はですね、ぜひね、またね、そこら辺も気をつけてください。そしてね、ユニバーサルワンダーランドですね。で、ワンダーランドのアトラクションの運営時間ですよね。で、ここはまあ相変わらず、まあ、12時からほとんどのアトラクションがですね、始まります。いやー、今日めちゃくちゃいい天気ですね。うん。
まあ、最近パークではですね、結構ね雨が降ったりするんですよ、いきなり。だからほんまに雨対策めっちゃ必要と思います。まだね梅雨明けいつかちょっとわかんないですけども、とりあえずですね、まあ、土砂降りには気をつけてください。はい、じゃあね、まめぐるの僕がですね、魔法界ね、行ってきます。はい、じゃあね、魔法界と続き道ですね。はい、じゃあね、魔法界ね、やってきました。もう安定の魔法界ですよ。ここがめっちゃ盛り上がりますよね。はい、じゃあ今日もね、まあ、魔法界の様子です。まあ、ちなみにですね、僕もね、その魔法界のね、ゼリーね、全部飲んだんですよ。で、まずね、これね、後日動画に上げるつもりなんですけども、まあね、あそこの量が僕のお気に入りです。待ってね、待っててください。もうね、上げる予定です。で、安定にね、ホグワーツですよ、ホグワーツ。ちょっとね、小雨が降り出してきてますわ。で、今日のね、ゼリードリンクですね、グリフィンドールとハッフルパフですね。でちなみに、まあ、グリフィンドールはですね、まあ、固定なんですよね。はい、じゃあね、アミティビレッジですね、アミティビレッジ。まあ、この暑い時期はですね、まあ、ジョーズもですね、おすすめなアトラクションですよ。うわ、このジョーズのレストランのアミティランディングレストランに、このサミニックのね、サンドがですね、新発売してますよ。いや、サミニックのサンドですよ。これどんな味するんやろな。これまた食べてみたいですね。はい、じゃあ次はですね、マリオの世界に、ね、行ってきます。やっぱりですね、やっぱパークの右側ですね、まあ、ニンテンドーワールドがあるので、やっぱり混みやすいですね。そして、まあ、スーパーニンテンドーワールドへと続くね、道ですよ。はい、じゃあいつも通りにね、土管くぐってね、ゲームの世界行ってきます。はい、じゃあね、スーパーニンテンドーワールドね、やってきました。今日もですね、活気が湧いてますよね。今日もですね、SM マミロがですね、任天堂ワールドね、一周してきます。はい、じゃあ今日もですね、一周してきます。まあ、パープバンドアクティビティも、まあ、混んでる部屋ですね、まあ、結構ね、やるまでにね、10分とか20分ね、かかる可能性があります。はい、そしてスーパーニンテンドーワールドの一番下の階ですね。相変わらず 3D ワールドの曲ですね。いや、マリオとルイージのグリーティングも大行列ですよ。これはやるまでに10分とか20分かかっちゃうかもしれないですね。
今日もですね、まあ、任天堂ワールドはですね大にぎわいですね。キノキオイエーイイエーイいやー、ドッグの人生って楽しいんかな。もう歩くだけでも灼熱やわ。行く方って ね熱中症対策ね気をつけてください。はい、じゃあ次はですねこちらのジュラシックパークエリアですね。いやでもですね、まあ、ジュラシックパークザライドが空いてないのはですねほんまに悔しいな。いやこの時期こそめちゃくちゃかかりたい時期やのね。まあ、とりあえずですね、まあ、16日まで我慢ですね。やっぱこの音楽はいいですよね。いつ聴いてもテンション上がるわ。じゃあね、フライングダイナソーですよ。そしてコナンのミスレスですよね。で今日はですね午後の部がですねまだチケット販売してます。そしてサンフランシスコエリアですね。サンフランシスコエリア、まあここはですね、まあ、特に語ることはないですまあ特に語ることはないですけども、まあ、早くね、まあ、バックドラフト復活してほしいなって感じですかね。いやほんまにこの暑い時期こそ行くねバックドラフトがいいんですよ。まあ暑い時期にカレー食うみたいな感じですよ。暑い時期にねバックドラフト。はい、じゃあ次はですねマミオンがですねミニオンパークね行ってきます。ほら安定にね、まあ、ミニオンパークねやってきました。まあ、ミニオンパークもですね、まあ、子供客が多い時はですね結構混みやすいエリアなんですよね。言うてミニオンパークできてからもう4年経つんですよね。月日の流れ早いな。週間ぶりバイバイ。ダンスダンスダンス。そしてねラグーン付近の様子ですね。で今ちょうどですね YMCA が流れてますね。おう、前にちょっと言ってたニューヨークエリアの角っちょの方の工事がですね終わってますね。まあ特になんか大きい変化はないですよね。何やったろうなあれは。はい、そしてね、まあ、ニューヨークエリアのね様子ですね。まあね歩いたらジメジメするんですけども、まあ、いつもよりはちょっと涼しいって感じかな。はい、そしてね、まあ、ノーリミットタイムが行われる、まあ、グラマシーパーク付近のね様子ですね。まあね最近はですね雨が降ってるのでたまにね中止になるんですよね。だから雨の日にノーリミットタイムを行いたい方はですねぜひねまたそこら辺も注意してください。でやっぱり皆さんが気になるのはやっぱ鬼滅の刃ですよね。で最近はですね公式ツイッターの方で続々と頻度が出てるんですよ。でその公式ホームページによったらその鬼滅の刃を全身で体感するって書いてるんですよね。で僕も最初のはですね、まあ、リアル 4D か XR ライドと思ったんですよ。でもどうやらその公式ツイッターの方で乗り物って言ってるんですよね。だからおそらく、まあ、XR ライドと思うんですよね。でちょうどスペファンのその休止期間も、まあ、9月の16日までになってるんですよね。でこのいつもの流れでしたらここからですね XR ライドが始まった時が多かったんですよ。でまだね確定じゃないのでとりあえずねまたね公式の発表ですねまだね待っときます。でもですね鬼滅の刃が始まったらそれこそですね豆の呼吸。はい、そしてね、まあ、スペファン付近ですね。スペファン付近、いやでもどうなるんかな。
まあ、張り取りの可能性もあると思うんですけども、まあ、全身で体感せよって書いてるから、まあ、ちょっとそこが引っかかるんですよね。また今後のね、まあ、公式の発表にね、すごい期待ですよね。まあ、多分ね、もうそろそろ発表されると思うんですけどね。いやー、気になんなまあ、ハロウィンイベントがどうなんだかもすごい気になるんですよ。そこも気になる。はい、そしてまたね、まあ、エントランス付近のね、また様子ですね、様子。やっぱりエントランスもですね、まあ、オープン時間が過ぎたらですね、やっぱちょっとずつやっぱ空いてきますよね。多分今ならもう1分で入れるんじゃないかな、中まで。いや、まだまだね、夏フードも途中なんでね、またね、紹介していきます。いや、めっちゃ楽しみやな。まだ食べてないやつあるもん。はい、じゃあ今日ですね、夏シーズン初場のね、USJ のパークをですね、一周してきました。で、多分これからもですね、夏休み入ったらですね、どんどん混んでくると思うので、ね、またね、報告します。で、まだパークの方ではですね、ちょくちょくね、雨が降るので、雨対策ね、すごい必要だと思います。そうしないと雨水の刑になりますよ。はい、じゃあね、これからもね、いろんな動画上げると思うので、チャンネル登録というか、通知ボタンも忘れなきゃいけないわけで、バーイ。